旦那重慶嫁さんが泥ママだった。子を連れて義実家に行った際、たまたま旦那重慶嫁さんも子連れで遊びに来た。上の子、3歳が留めさん大好きで義実家に泊まるほど懐いていて、旦那重慶がいなくても遊びに来たりするとは前から聞いていた。重慶嫁さんの下の子は6ヶ月。うちの子は8ヶ月と年は近い。 なんだかんだといろいろ話して、夕方になって、重慶嫁さんが帰るときに、上の子が泊まりたい。明日は保育園でしょ。帰るよ、やだー。と暴れた。その表紙に、重慶嫁さんのバッグが玄関から転がり落ちて、中身が床に散乱。なぜか、うちの子のおもちゃが、三つも、その中にあった。重慶嫁さんが慌てて、 健太、上の子ったらやだ。これはうちのおもちゃじゃないでしょ。なんで、ママのバッグに入れるのよ。と、怒って、上の子をペチッと叩いた。泣き出した上の子かかえて。ほんとごめんね。手て慌てて帰って行ったけど、あのおもちゃは、おむつ替えに使ってもらった部屋に置いてあったし、中継嫁さんは、バッグを、 ずっと傍らに置いていたし、トイレに行くときもおむつ買えるときも持ち歩いてたし、何より、下の子のおむつ買いのとき、上の子は、トメさんとお絵かきしていて部屋に行ってないんだよね。トメさんは、そのことに気がついてないみたいで、普通に見送ってた。どうしてもモヤモヤしたので、後で旦那に話したら、出来心なんだろうな、でもな、ってため息。 気さくで良い人だと思っていただけに気分が重いです。重慶夫婦は私より義実家訪問が多いし、ちなみに別の重慶夫婦もよく来る。重慶嫁さんは私より義実家の食器収納場所に詳しいくらいだから、盗まれていても誰もわからなそうな気がする。一応私の分は確認したけど、おむつが もしかしたら数枚減ってたかも。でもこれは確証ない。おむつ替え部屋は、布団類しか収納してない客間だったから。その時あったのは、私のこの荷物だけ。おもちゃは手作りだったから、複雑な気持ちです。重慶嫁さんも、出産前に、私が技術家で作ってたの見てるのにな。とりあえず、旦那に留めさんに言うべきって進言してみるよ。 旦那に、富さんに行った方がいいかも、と、進言。夫から富さんに話してもらえました。最初はやっぱり、重慶嫁ちゃんがそんなあってあしらわれたそうですが、重慶子が、おむつ替え部屋に行ってないことを指摘したら、そんな、確かにそうだったけど、と、悩んでしまったそうです。そして、実は、たまにお金がなくなることがあったそうで。 それは重刑夫婦だけではなく、私たちや義弟夫婦も来ている時に亡くなるので、犯人はお金の場所を知っている、私か義弟嫁ちゃんではと、思っていたそうです。確かに、私や義弟嫁さんは、たまに留めさんから、そこの引き出しからお金取って、買い出し行ってきて、とか、頼まれたりしたけれど、私たちが結婚する前は重刑嫁さんが、 買い物行ったりしてたはずなのに。義実家には、親戚がよく集まるので、足りないものがあると、誰かが買い出しに行く。実の息子たちの妻でも、新入りは信用ないものだったんだな。と、別の意味でへこみました。夫も、いくら重慶と兄弟同然で育ったとはいえ、私を疑われててかなりへこんだそうです。正直に謝ってくれたので、 両留めさんなのには変わりがないけれど、留めさんは、これからは、お金のしまう場所を変えるということです。疑われたくないので、これからは、買い出しの時は立て替えて、後から生産してもらおうと思います。